ステファン・レコか、ピーター・アーツか。レコが世代交代を告げるゴングを鳴らすのか、それともアーツが帝王完全復活へ大きなのろしを上げるのか。東京ドームへ、ラスベガスから東京ドームへ、ついに決勝の幕が開く。バッファーによる両選手の紹介です。ヨーロッパ最強から世界最強へ、ドイツステファン・レコ。史上最多4度目の王座を目指すピーター・アーツです。トラックレフィーは武田信明。1回戦から力をセーブし、ここまで万全の状態で勝ち上がってきたレコ、その自信は揺るぎない。通算7ラウンド苦しみ抜いて決勝にたどり着いたアーツだが、アーツには何者にも代え難い修羅場をくぐった経験がある。東京ドーム、負けた方は敗者復活に回らなくてはなりません。勝った者にしかその扉は開かない東京ドームへの道。レコかアーツか、さあ今試合開始のゴングが鳴りました。さあピーター・アーツが4度目の王座に向かって、果たしてこの決勝戦どんな試合を見せるか。左を出しながら探りを入れているピーター・アーツです。精神状態とかコンディション的には今日はステファン・レコいいと思うんですよね。ステファン・レコね、はい、いい表情してますね、はい、ピーター・アーツは決していい調子はないと思うんですが、逆に言うとステファン・からですね、何が何でも優勝するという気持ちも芽生えていると思いますし、はいはいはい、まあ、インサイドワークではピーター・アーツが一枚上手ですから、ちょっと楽しみですよね。このピーター・アーツの表情はどうでしょうか。あ、いい、それ対決ですよ。ステファン・レコです。これね、両者初めての対決なんですよね。初対決ですね、長いことやってて、ピーター・アーツもステファン・レコも毎回出てるんですけど、意外ですねこれはね、はい、意外と初めてなんですよ、はい、三宅さん、はい、どうぞ長坂さん。アーツのですね、右の目の腫れの具合を聞きに行こうと控室まで行ったんですけどね、大きな声を出されましてね、いきなりドアを閉められたんですよ。かなりナーバスな雰囲気です。左目の上をカットした時もカメラが入っても何も言わなかったですもんね。そうですよね、かなりナーバスに見えました。あ、そうですか。やはり谷川さん、相当アーツはナーバスになってるようですね。初めての相手なんで慎重になると、アーツというのはですね、昔はもうスロースターターだったんで、はい、そういう意味では勢いがですね、レコにもあるかもしれませんし、うん、はい、さっきのレコのミニストレートも危なかったですよね。そうですよね、さあ右のローキックを放っていったのはピーター・アーツ。この右、はい、これです ね、 ですね、入ってますよね。結構もらってますね、もらってます。いいですよ。石井館長どうですか。レコの右は切れがありますね、はい、ちょっとこの切れのあるストレートを止めきれません ね、 ピーター・アーツが、さあ右のハイキック、いやこれは大丈夫、そんな表情でステファン・レコがカバーしてきた。また右だ、確かにいつものアーツではない、はい、さあそしてステファン・レコが何発もいいパンチをアーツの顔面を捉えて、この辺は非常に辛い状況にまたアーツが追い込まれている。しかし今日は谷川さん、アーツは最初から全部こんな試合ですね。そうですね、本当に危ないですけども、はい、今みたいにローキックがポイントになると思うんですよね。また右、あのローキックがこの3ラウンドの間どこまで効いてくるかですがね、はい、第1ラウンドここで終了しました。軽くグローブを合わせました両者、ピーター・アーツ、ステファン・レコ。果たして東京ドームに進めるのはどちらでしょうか。第1ラウンド、
アーツは余裕なく技を繰り出したように見えた。表情にもやや焦りの色が見られる。非常に苦しい戦いになりました。ピーター・アーツ、今年の10月で31歳を迎えます。迫り来る新世代の台頭。あの22歳のアーツが31歳のスミスを倒した。一方、ここまでは予定通り。そんな表情に見えるレコ。あの時を思い出すような、そんな時も流れています。スマブラの時期ですね。そうですよね、スマレコはね。さあ第2ラウンド、今開始のゴングが鳴りました。非常に厳しい状況が続くピーター・アーツなんですが、谷川さん、はい、実はアーツ、おっとっと、ナイスコンビネーションですよ。右か右です。そしてボディ、あの連打がいいですよね。レコのコンビネーション完璧です。右だけの一発は怖くないんですけど、連打はいいです、はい。気になるのは谷川さん、はい、あのミルコン戦の時もそうでしたけれども、腰は果たして大丈夫なのかというところですね。まあ、決して良くないとは思います、今だから言いますけど、ピーター選手、ね、この左の蹴りいいですよ、はい。レコ選手には実は腰に爆弾を抱えたままピーターアーツはリングに上がっています。決して腰というのは感知することはね、やっぱりファイターとしてはおそらくありえないと思うんですが、これレコ選手がやっぱパンチ前の分かったんで、ピーター選手は蹴りに、切り替え、前方蹴り切り、緑から、はい、蹴りに切り替えましたね、はい。その方がいい、いいと思いますよ、はい。今のインターバルでですね、はい、アンドレ・マナートから、はい、ローキックで攻めろという指示が出てました、はい。いいパンチ入ってますよ、はい。しかしステファンでこのパンチが入っている。右の顔面、ちょっとこのアーツの表情が険しくなってきました。アーツも消えてしまうのか、このラスベガス。非常に苦しい戦い。腰の痛みをこらえながらキックを放つピーター・アーツです。そして左、左フック。このパンチが本当危ないですね。当たりますね。当たります、当たります、ただこの本当に距離を離すようなんですね、ムエタイ式のキックでの、まあ逆に言うとポイント取る、ミドルはガード目から効いてきますからね、はい。ボクシング選手はレコ選手右のストレートがあれで出せなくなるんですね。なるほどね、今のキックですね、そうですね。右を出すとちょうどカウンターで脇が開きますから、はい。あと右、左、右ストレートまた右だ。あと右ストレート、あっと危ない、あっと危ない、あっと危ない、ボディ、右、さあ大キックした。最後ですから、ピーターアーツ、もう行くしかありません。しかもミドルを蹴るしかないですよね。2度のダウンを、2度のダウンを食らっているアーツ、もう前に出るしかない、追い詰められた、追い詰められた、帝王アーツ、さあアーツが出る。
前人未到4度目の王座へ。やっぱレコ選手伸びてますよね。伸びてますね、本当にパンチにキレがありますからね、はい、うわ左フック。あのバンナとの戦いも非常に良かったですしね、前回伊勢ハンレコはあれで完全に自信つけましたね、そして今度はピーター・アーツ、そのアーツすらもこのステファン・レコの群門に下るか。さあ左フック、しかしミドルだ、アーツのミドル、ですね、アーツのミドル、渾身のミドル、あーと膝、ちょっと止まりましたね、レコね、聞いてます聞いてます、ちょっとレコの動きが止まりました、アーツが意地見せますね、今の左のミドルキックです。その後膝を飛ばしていったピーター・アーツ、やっぱこれがね、やっぱあの、ね、王者の位置ですよ、王者ですね、もう左に来てると思いますよ。3度もこの K-1 王者になってはいないピーター・アーツ、意地とプライドがあります。あ、聞きましたね、完全にレコが止まりましたね、そうですね、あっとまた膝だ、あ、大きく息をついたステファン・レコ、苦しいのか、ミドル入りましたね、ちょうどカウンターで逆転をやってますね、あとミドルとハイのコンビネーションですね、はい、三宅さん、はい、どうぞ。レコサイドですけどもね、レコはあの2度目のダウンで試合が終わったと一瞬思ったみたいですね、次のクダウン制を忘れてたんですね、それでもう1回巻き直すのに今ちょっと苦労するみたいです。決勝戦のミスリーのクダウン制です、 K-1 トーナメントルール。さあしかしアーツが前に出てきている、鬼のような表情だ、来たぞ左フック、まだ出ない、そしてミドルキック相打ちだ、ステファン・レコの右ストレートです。場内総立ちですね。ピーター・アーツの夢を打ち砕いたステファン・レコ。王者が残る全ての力を振り絞った最終ラウンド、アーツの攻撃は確かにダメージを与えていた。だが余力の差か、最後はレコの最強の一撃がアーツの執念を打ち砕いた。ただアーツよく頑張りましたよ、まあ、そうですか、意地見せましたね、意地見せました、ちょっとなかなか言えなかったんですけども、決して本当体調は良くなかったと思うんですよね、その中でここまで歯を食いしばって立ち上がってきた、いやこれはしかし僕はアーツを攻めるよりも、ステファン・レコの班長、この成長ぶり、成長ですよね、パンチ早くなりましたね。ラスベガスの王となったのはステファン・レコ。帝王アーツをマットに沈めるという最高の形で決勝ラウンドへの階段を駆け上がった。Thank you. Thank you very much. Thank you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 . Let's take it. What I say about the fight? Yeah, I know Peter was tired and I go off the body first round. I want to make him much more tired at the second and after knock him off. Aiming for that right? Yeah. Last shot. Yes.Was good. Next is Tokyo. Tokyo Dome. I am so happy. Right here. Thank you. Okay. Yes. Stay healthy and see you in Tokyo. Thank you. Yes. Thank you. Peter, it was a great fight. No. You I cannot punch the left or right, not the my elbow nugget. So he might come all the time to me. I can make a jab slowly. I cannot do more. So I made a stupid fight. Hi. How's Stefan?He did well, but I couldn't keep it on distance because I cannot make a powerful jab. Is it injury? Two hands were no good before. Make a jab like a shit, and I cannot punch right. How about your back? Great, no problem. No problem? No. No problem at all. What's waiting for you next? A little bit harder, relax a little bit.Thank you. Do it as you must. Do it in the slam. We have an elbow here. What do you do? That's enough. Nightmare. Hey, Rambo.
Спасибо за это.